はいよ、マイケルおばちゃんです。怖い顔ですいません。今日はね、これから白髪染めをしようと思います。爪もやんなきゃね、汚い。白髪染めの動画にするために今撮っています。白髪染めのお話は実は私の一番初めの動画に入れてあるんですけれども、やっぱり前回の納豆と同様に白髪染めだけをご紹介っていう動画にしようと改めて撮ることにしました。私が使ってるのはこのワティカっていうインドの食料品屋さんで買ってるからメイドインインディア、まあ、そんな感じで、これは私はパテルブラザーズで買っています。1個どれぐらいだろう、もう3ドルぐらい、間違ってたらごめんなさい、悩まない金額です。私はこれを1回に行くと最低でも5箱ぐらい買って、でこの中に6個こういう小袋が入っていて、私はリタッチだけなのでいつも2つ使います。で最初にやることが紅茶を作ることです。箱に書いてある内容だと水でいいって書いてあるんだけど、パキスタン人のお友達がヘナは現地の方たちは紅茶で伸ばすって言ってて、で髪の毛でもそれでいいのかななんて言ったらさ、なんかいいって言った気がするんだよね。そうかね、私はもうずっと紅茶でやってていい感じなので紅茶でやります。これから紅茶を作るのでカップに水を適当に入れて普通に紅茶を作る感じですね。でそんなに熱々にしたくないので1分30秒のレンチンでやります。やばい、汚い。お湯ですね。よし、普通のリプトン。紅茶のさ、これ余談なんですけど、紅茶やると紅茶とかお茶とかやるときにこうするじゃないですか。でもここに切り込みがあるのね、大体ここにくるっとして、ここにまあ一重でもいいし、私はよくこうやってくるっとして、さらにこれ気づいたの最近まあこんな感じで紅茶を出していきます。これすぐに使うと頭につけるときに熱いので少しこれで待ちます。今日はね、これと何でも混ぜんですよ私。これをね、ずっと前カストコで買ってたんだけど、テキサスピカンって書いてあるんです。テキサスのペカンの味がついてる。でもこれだけだと私ね好きじゃないの。なのでこれ8でこれ2ぐらいかな。混ぜます。入りました。今日の1杯目、心にしみる。まだ飲んでない心にこれからしみる。ではもう少し待ってヘナ白髪染めの塗布に行きます。ではここで準備していきます。そしたら紅茶をダララッと入れて、こんぐらい。バナナケーキを焼いたことがある方にしかわからないんだけど、バナナケーキの生地みたいな感じになるとちょうどいいです。で結構塊ができるので、私は側面につけてその塊を、このブラシもついてきたやつですよ。これ今気づいたんだけど結構ちょっと曲がったりしてるので、後で新しいのに変えます。いつも取り替えないからブラシとかこういう手袋とかは結構溜まってます。使い捨てのやつで結構固まってる。床に普段だったらああいうマット置いてるんだけど、それも外してます。粉がパラパラ落ちてしまうので、さあタオル敷いて、落ちる粉をこうタオルで受け取るようにします。ブラシを新しく下ろします。準備万端いきますね。ここから私はいきます。すごいね。これから45分ぐらい待って
流します。使ったタオルがちょっと汚れます。どんなに一生懸命流してもいつもこうなっちゃうんで、どうでもいいタオルを使いましょう。今流しました。これから乾かします。はい、全部終えてきました。ちょっとストレートアイロンをしたのでちょっとぴょんぴょんなっちゃってるけど、根元が綺麗に染まりました。あ、そうそう、前回っていうかその一番初めの動画でもお伝えしたんですけど、一応こうやって前は3色だったと思うんだけど4色ありますね。で、私は、最初はダークブラウンっていうのを試したんですけれどね、ダークブラウンがねだとうまく染まらなかったんですよ。なので私はいつもこの、ちょっと待って、ここにはないやつだ、これブーガンディっていうこのちょっとワインレッドっぽいやつを入れるとこんな感じの色です。全然違うからツッコミどころ満載ですけど、あの白髪が染まればいいんで何色でも。でもそう、黒とかね入んなかったんですよ。なのでこれを使っています。何か質問とかあったらまたコメント欄でお願いします。では次の動画まで、バイ。